Everyday moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。12月1日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから急名古屋をお送りいたします。早いものでね、もう12月に入りましたね。ねえ、名古屋寒いんですけどね、なぜか脇汗が多くてですね、私汗もができております。マスクマンでございます。はい、今日から職場復帰しました。膝が治ったというかね、だいぶコンディションが良くなったんで職場復帰しましたけど、すでに今日初日足がパンパンです。みそ煮込みスキーと、最近寒くてですね、ちょっとですね腰が痛いなと思ったので、今夜は湯たんぽを入れようかな。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは、はい、目、あい、はい、今週のテーマは目、あいです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya 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 です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日のゲストは宮古島ポップスシンガー下地みなみさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールのコーナーでございます。それではですね、先週のお便りからお願いします。先週ね、あのね、そうですね、いつね、魚のテーマで来てると思うんですけれども、そうですね、フルムーン新一さんからですね、魚のテーマで来てますので、長崎の友人が沖縄の魚が美味しくないのは醤油のせいだ、一度騙されたと思ってどれでも良いから九州の醤油で食べてみてと言っていました。試しに佐賀の醤油で食べたところ、見違える美味しさにびっくり、記憶があります。あ、びっくりした記憶がありますってことですね。これこの九州の醤油で食べるとお魚も美味しくなるってことですよね。ああ、そうですね。名古屋はですね、はい、たまりってよく言いますよね。ちょっと濃い、醤油がね、濃いのがありますけども。はい。みそちゃんはご存知ありますよね。ああ、そうそう、うん、たまりですね。でも私ね、あんまりたまりで食べないんですよ。よくね、お刺身とか、あれじゃ、お寿司ですか？はい。うん、なんかはね、そうやってちょっと濃いめのね、うん、ちょっとドロッではないですけど、濃いね、お醤油なんですけど、たまりと言いますけども、名古屋の方でね。うん。おじはね、結構普通の、薄口醤油で食べること多いんですけども、これやっぱりこの、醤油によって、いろいろ、味が変わってくるっていうことですね。ですね。うん。そう。うん、そういうのはね、いろいろあると思いますけどもね。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
さて今週のテーマでございますね、目です。ダンサーズさん、溝にこみすきさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、大きなクリクリした目に憧れますね。昔からひどい近眼でつい目を細めて見る癖があるようで気をつけないとなと思っています。少し前から小さな字が見えにくくなったりして、いよいよ老眼も出てきたようです。だいぶ寒くなってきましたね。皆様も風邪などをひかぬようにお気をつけてお過ごしくださいね、ということでございます。あのね、王子もね結構ひどいんだよね、老眼がね。うん、あのね、今はあの近眼の、まあちょっとね普通のメガネをしてますけども、洒落たメガネじゃないですよ、普通のメガネしてるんですけども、遠くを見るときと近くを見るときにね、メガネをねずらしてるんだよね。おでこの、それはおでこの方にね、うん、ちょっと上げながらね、あと近くのね細かい字なんか見てますけども、その作業がね結構ね、あの板についてしまってね、あの自然に、ね、できるなってね来て、ちょっとだいぶこれもね、あの王子と言いますけども、だいぶおじさんになってきちゃったのかなと思ってね、うん、自分なりにねちょっとショックなんですけどね。しょうがないね、もうそういう年齢ですもんね。はい、じゃあ続いていきます。はい、キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、目。目は口ほどに物を言う目力。今年はこれまで以上にマスク着用の頻度が多い年ですよね。口がマスクで覆われた分、表情が相手に伝わりにくいので、目を意識して表情が相手に伝わるようにしています。こんなに目で表情を意識したのは今までなかったなと思います。皆さんはどう思いますか？番組最後まで聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当そうですよね。もう目で語らないといけない時代になりましたよ。あのね、結構ね、でも皆さんね、うん、ちょっとやっぱ目はね印象があるんでしょうね。あのマスクをしてても、うん、あの多分わかると思うんですよね。うんうん、顔を見たらね、やっぱり目、サングラスとかね、あの帽子とか、もういろんな風にあのね、シークレットを作ってしまえばね、わからないですけども、うん、ただまあ単純にマスクをしてこう目出してればね、うん、結構知った方だとね、まあお友達なんかですね、うん、なんかわかると思うんですけど。でも最近ね思うんですけど、マスクするようになってやっぱり化粧をあまりしなくなったんですけど、最近眉毛と目だけなんかメイクしたらなんか満足みたいな。ファンデーション塗ると結局マスクにつくじゃないですか。だからとりあえずちょっと一応ね、おしゃれしようと思った時は眉毛と目だけ描いていく。ああ、それ、ああ、そういうことね、うん。そう、飲食しない限り取らないじゃないですか、マスクって。そう、そしたらいつまでたってもこうマスクが取れないってことですよね。ね、いや、まあ、食べるって分かったらあれですけど、うん、でももうそのファンデーションがつくのがね、マスクにね。うん、そうですね。食べた後もね、うん、つくと思うんですけど、うん。ちょっとね、それが嫌で、なんか最近やっぱり化粧しないですね。ファンデーション売れてないそうですけどね。でもね、うん、やっぱりとりあえずなんか目だけこうちょっとアイライナー引いて描いておけば OK かなみたいな。うんうんうん。そんな感じで。でも、まあ、やっぱり目ですね、うん、やっぱり目ですよね。目で語るみたいな。あの、まあ、王子はね、あの結構ね、うん、あの別にね、あのお化粧してるね、あのわけではありませんけども、顔中テカリがね強くてね。でも王子結構目力強いよね。だよね、うん、でね、いいと思う。またね、あの目の目の周りもね汗かいちゃってさ。何、目力だけじゃないの、テカリ。汗かいちゃってさ。でも最近マスクしてるからあんまりテカリ気にならなくなったよ。あ、本当？うん、あのね、結構ね、あの鼻のあたりがね、結構ね光ってるんだよね。じゃあ何、鼻の油つくの、マスクに？つくよ。つくしね、この目の周りもね結構ね、ベタベタしてることが多いんですけど、ね。ベタベタするんだ。うん、あ、ツイキャス、うん、たくさん来てます。泉さんの特急サザンさん、こんばんは。おがちからもしさん、こんばんは。青森からツイキャス見てます。もう12月なんですね。って、そうですよ。はい、ひろっちさん、こんばんは。こんばんは。浦添のしんちゃんさん、キリ名古屋の皆さん、チャービラサイ。沖縄から浦添のしんちゃん、みそにさん、復帰しましたね。無理せずに読んだ読んだんですよ、ということで、ありがとうございます。今日ミュージシャーでもね、ミュージックシャワーでもちょっと、
あ、皆さんが、うん、あの復帰の、ね、皆さんがじゃないんだけどね、うん、なんか、うん、一応取り上げてくれたです。はい、シュプリームさん、おこんばんは。女性を見る目がない私です。うまい。ひろちさん、テーマが目ということですが、自分は4月に緑内障になると診断され、今も緑内障を進行を遅らせるため目薬や飲み薬の治療をしていますということで、実はね、私も緑内障でちょっと眼圧高くてっていうふうにいろいろ言われてて、うん、そしてちょっと私も目薬の治療が始まったんですよ。同じですね、ひろちさんと。うんうん。ペーターさん、おお王子さんにはまだなりたくないって。え、なりたくないの？なりたくないの？もう早くね、あのこちらの、あのエリアに入ってほしいなと思いますけどね。こちらのエリアに。はい。はい。ということで、あの、はい、ちょっとまたツイキャス後で。はい。はい。ということで、CM の後はゲストコーナーです。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーでございます。はい、はい、本日は宮古島ポップスシンガーでございます、下地みなみさんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんばんは。はい、改めまして自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか？はい、ですね、宮古島の方から下地みなみと言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、実は私はお会いしたことがございまして。そうなんですよね、あのスタジオでお会いしましたね。はい、そうですね、あれは3年、はい、3年ぐらい前かと思うんですけども。そうですね、それぐらいですね。はい、お邪魔させていただきまして、初めてお会いできて、でしかも、はい、はい、私もすごく嬉しかったです。ありがとうございます。しかもラジオの方の生出演もさせていただきまして。そうですね、でも本当に貴重な経験できたと思うので本当良かったと思ってます。ありがとうございます。いや、はい、実際ですね、はい、番組スタートの30分ぐらい前ですか、はい、あんな感じなんですね。そうなんですよ、もうゆりゆるなんですけれども。いや30分前でもう、はい、なんですか、メールがね、メールをたくさん来てるので、それを見て
さ、あの、まあ、なんて言うんでしょうか、さばいてるというか、あの、ファックスの方も見てたりとか。うん、あの、私、すごく漢字が苦手なので、前もっていただいたメッセージは、ちゃんと、あの、目を通して、はい、あの、ひらがなをちょっと、あの、打つみたいな感じの感覚でやってます。ああ、そうなんですね。いやいや、はい、いや、でも、ね、やっぱりね、そういった最初に、あの、見ておいた方がですね、あの、はい、ね、あの、まずい内容もあるかもしれないので、目を通された方がいいかと思いますよね。ちょうど、あの、コメントもしやすいですしね。そう、はい、そうですよね。いや、実はあの、こちらの、あの、私どもの番組の方もですね、目を通してはいるんですけども、はい、どうもですね、ちょっと隣にも若干1名いるんですけど、その、はい、そのものがですね、やはり同じようにですね、スルーしてしまいそうで、うん、そので スルーしたものがもう一人ですね、あの、はい、実は南さんが実際お会いした方、この方が最終フィルターをかけておりますので、はい、はい、はい、その最終フィルターの、ね、最終フィルターのものに変わります。ご無沙汰しております、南さん。ああ、味噌煮込みスキーです。お久しぶりです。はい、以前は、ね、お久しぶりに本当に声聞きました。サテライトスタジオにね、お邪魔させていただきました、はい、アルビシアイラジオのね、宮古島の。ね、ね、番組にも出演させていただきまして、ありがとうございました。はい、いやいや、もう本当にお会いできてすごく嬉しかったですよ。ね、スタジオのも、ね、レコーディングスタジオも見学させていただきましてね、はい、そうですね、奥の方ありましたね。ね、素敵なスタジオで。はい、そしてその素敵なスタジオで収録された曲があるんですよね。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。先月11月の16日に、はい、私の初めてのソロ CD、あなたに届けたいという、はい、CD を、はい、出させてもらいました。はい、ツイキャスのご覧の方はわかるかなということで、ポスターもあります。はい、発売前にね、発売日に届けていただきまして、ポスターと、ツイキャスのご覧の方はポスターも見れると思います。そして CD もね、素敵な、はい、ね、ブルーの波の CD、海の CD で、そして素敵なジャケット写真で、みなみさんがとっても素敵なお姉様になっている。そうなんです、うん、大きくなりました。ね、ちょっと大人っぽくなって素敵な。写真で。そうですね。はい。はい、もう、大人っぽく撮らせていただきました。頑張って。はい。なんかちょっとお母さんのような気分でね、なんか素敵な女性になったなと思いましたけど。はい、嬉しいです。そう言っていただけると。はい、そして、はい。そして、あなたに届けたいという、この CD なんですけれども、なんか、はい、プロデュースが、門松俊樹さんということで。そうなんですよ。すね、もうこれも、はい、父のサトルさんのね、こういう音楽関係の仲間たちがたくさんいて、はい、本当にご縁だと思ってるので、はい、すごくありがたいですね。ね、作詞作曲はお父様の下地サトルさんなんですよね。そうです、そうです。ね、はい。で、プロデュースが門松俊樹さんということで、そしてですね、はい、ちょっと、個人的な話なんですけれども、ちょっとはい、アコースティックギターをやられていた、鈴木秀俊さんがね、実は私は、門松俊樹さんの音楽から入って、空と海と風とっていう、ちょっと、はい、フュージョンというかね、インストゥイメンタルのそういうバンドがあるんですけども、その方がギター、はい、ということで、ちょっと個人的に、ちょっと、すごい、ああ、素晴らしい人がギターをやられてるっていう、ちょっと個人的にツボに入ってしまいましたけれども。まあ、とにかく素晴らしいメンバーというかね、もう、森さんね、キーボードやられてる方も、本当に実は有名な方で、はい、そうなんですよね。森俊幸さんですよね。大パニックです。ということでね。こんなすごい方たちと一緒にできていいのかなって。ね、なんか、そんなスペシャルメンバーのこの曲聴かせていただきましたけれども。ねえ。ありがとうございます。はい、なんかもうまた南さんのこの声がね、はい、流れるというか、透き通る声がまた宮古島の海を思うようなね。曲で。もう本当に嬉しいです。ここまででも歌えたのは、はい。もういろんなところで、歌う場所があって、で、もちろん私もこんなに歌えることがほぼほぼなくて、
ものすごく音痴だったんですよ、最初は。え、そうなんですか？でもね、小さい頃からね、ね、グループで活動されていて。はい。ね、そうなんです。サトルさんの、まあ、サポートとしてやっていくにつれて、うん、どんどん私自身も歌えるようになったっていう感じなんですね。ねえ、そして、カップルの、都ブルーの風もね、なんかちょっと可愛らしいところがある雰囲気を醸し出している曲でね、またあなたに届けたいとちょっと、ね、またちょっと雰囲気が違う。今、はい、多分 BGM で、ね、流れてると思うんですけれども、あなたに届けたいが、ですね。はい。そして、ごめんなさい、南さん、ちょっと横でどうしても話しそうにしているもう一人のメンバーがいるので、ちょっと、変わってもらってもいいでしょうか。はい。はい、お願いします。お初でございます。マスクマンでございます。はい、マスクマンさん、はい。うん、こんばんは。名前だけはね、分かっていただいてるかなと思うんですけども、はい、どうでしょうか。はい、聞いたことあります。聞いたことありますよね。この番組の中ではですね、滑り王子としてね、はい、トークが、はい、よく、滑ると言われてますので、一応ね、滑り王子と言われてます。はい、ですね。あ、そうなんですね。うん、先ほどお話にもありましたけども、みのりさんのこのラジオでですね、ダンサーズと、みそにこみすきがですね、お邪魔した時にですね、私がですね、はい、いいね、エキサイティングなね、メールを送ったことを思い出していただきたいんですけども、あ、うん、ね、番組内でね、名古屋弁を喋ってちょうだいって言ったんですよ。それをですね、みのりさんに読んでいただいて、実践したのが、みそにこみすきでございます。今日も、今日ね、ね、やっぱり名古屋弁でね、ちょっとね、お話ししていただきたいなと思うんですけども、ね、みそちゃんね。いいのよ、その名古屋弁の振り、いらない。みなみさんの歌を聞いてね、ちょっと感想をね、はい、名古屋弁で。え？名古屋弁で？ぜひぜひ聞きたいです。はい、じゃあ、言いますね。でらい曲だで、みんな CD 買ってちょうよ。こんなんでいいの？うん、ちゃんと標準語にね、しますと、ものすごくいい曲なので、はい、皆さん CD 買ってくださいということでございます。そして、CD の購入方法を教えていただければと思います。はい、はい、CD の、はい、販売場所ですね。はい、下地悟るオフィシャルサイトの方で、はい、ネットの方で、購入できますので、はい、よかったらそちらの方アクセスしていただいて、よろしくお願いします。はいはい、はい。ぜひですね、検索サイトで、下地悟るで検索していただければ、もうすぐヒットしてきますよね、はい。そうですね。オフィシャルサイトに飛んでいただければ、すぐわかると思います。はい。はい、そして、まあ、そちらの方で、ぜひお買い求めいただければと思います。他なんか販売されてるところってはございますか？そうですね。今のところは、宮古島の、島内でという感じなので、はい、うん、はい、今のところはもうネットですかね。あと本島、沖縄本島の方では販売されてますか？はい、はい、沖縄本島では蔦屋の、はい、そうですね、店舗が限られてくるんですけれども、はい、こちらの方でも販売はしてます。あ、そうなんですね。はい。あとキャンパスレコードさんとかでも販売されてるんですか？あ、そうです。はい、そうですね。あ、キャンパスレコードさんですと、もしかしたらそちらでもネット販売されていらっしゃるんじゃないかと思うんですけど。あ、はい。あ、そうです。ネットの方でもキャンパスレコードさんに関してはやってますので、あ、ぜひぜひ。そうですね。はい。ぜひですね、そちらのキャンパスレコードさんの方でも、店舗の方、もしくは、ネットサイトでも、お買い求めいただけるかと思いますので、はい。はい。ぜひ、皆様、ぜひ、こちらの新しい CD ですね。あなたに届けたい。ぜひ、お買い求めください。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は電話ゲストでございました。下地みなみさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。キウナ坊や。
に時間が過ぎちゃいましたね、王子。そうだよね。ねえ。じゃあメールの紹介をお願いします。はい、ですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。25歳の頃、メガネになる前、営業の仕事で突然右目が見えなくなり、あっちこっちの病院に行った挙句、眼科の医師から治しようがないと太鼓判を押され、職場や身内の反対を押し切り、強行して手術をしたところ、奇跡が起き、右目の視力が治り、その後、眼科医の先生に聞くと、右目の視神経付近に原因不明の出血で見えなくなったとのことでした。視力が自然低下したことに加え、乱視が入り、眼鏡をかけるようになりましたが、その後は不摂生により、右目はほとんどまともに見えず、左目が眼鏡で見えることができないので、なるべく早いうちにレーシック手術を受け、元通りに戻したいということなんですけども、うん、あれ、かなりあれですね、目が悪くなったってことですよね。まあ、でも今、いろいろあれなんですよね、外科手術なんかでも、見えるようなね、そのレーシックもね、いろいろありますけどね、うん、ね、今ね、どんどん進歩してますもんね。うん、はい、ありがとうございます。浦添のしんちゃんが、以前、乱視の私が免許更新の時に検査した時に視力が良くなっていたので、メガネなしになったよって。え、そんなことあるんですか？そっか、乱視だとそういうことが起こるんですかね。うん、あ、で、しんちゃん、浦添のしんちゃんさんね、はい、みなみちゃんの CD 買ったよっていうことで、ありがとうね、はい、皆さんお買い求めいただければと思います。はい、本当に一曲。はい。はい。1枚と言わず2枚。そうよね、飾っとくように違う、ね、でも本当に素敵なシーンです、曲ですよ。はい、ということでエンディングですね。早いな、はい、はい、来週のテーマは映画ムービー、好きな映画、印象に残った映画などお知らせください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城までさの R サプライフォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。ございます。来週は映画です。はい。はい。閉店からまだあるの？あと20秒です。あ、結構長いじゃん。いいよ。超特大からやって。超特大から。いや、はい、息がつな、続かないもん。じゃあ行きますよ。皆さん。はい、閉店ガラガラ。どうぞ。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ねえ、うん、なんかでもあっという間ですね。あっという間、ねえ、みなみちゃん、そうそう、もうちょっと喋りたかったな。そうだよね。もっと喋りたかった。本当のこと言うとね、うん、王子ソロのね、滑りナイトで喋りたいな。ね、ちょっとごめんね、スペシャルゲストで。なんかね、ちょっとね、足りないよね。ごめんね。ね、またね、なんかね、ずっと王子が喋った。はい、ということで。はい、じゃあまた来週。またねー。